アポロ17号ミッションの間にガツ資料を収集する惑星地質学者及び NASA 宇宙飛行士であるハリソン・シュミット。惑星地質学、またはアストロジオロジーとは惑星とその衛星、小惑星、水星、及び隕石などの天体の地質学に関連する惑星科学の分野である。その地という説当時は通常地球の項目や それに関連するものを示すが、惑星地質学は歴史的かつ利便性の理由からそのように名付けられている。それに含まれる調査の種類により地球に基づく地質学にも密接に関連づけられる。惑星地質学は地球型惑星の内部構造を判断する項目などを含み、惑星の火山活動及び衝突クレーター、河川や 体積作用などの地表過程も考察する。木星型惑星の構造も調査し、小惑星、カイパーベルト天体及び水星などの太陽系小天体の構成も民味する。友人シューメーカーは1960年代初めにアストロジオロジーの部門を設立したとして高い評価を得ている。シューメーカーは衝突クレーター、ガズリ学、小惑星、 水星の分野及びその研究に重要な貢献を果たした。アリゾナ州ウィンズローの近くのバリンジャー隕石港のビジターセンターはアストロジオロジーの博物館を含むありがとうございます。